メンターを見つけるっていうのが何より大事な仕事だと思ってほしいです。で、年利 130% の償還とか償還率、還元率ですね、還元についてですね、ご質問いただいてるんですけど、これ食品投資に関してですね。で、食品投資で年利 30% っていうのは、僕の知ってる限り僕が自分でやってるそのファンド、実際のですね、韓国生鮮投資ファンド以外ないんですよね。で、よくですね、海外投資で 50% も年利戻りますとかいうのはまずうさんくさいんですよね。で、しかもスキームを見ると、よく分からなかったり、会社が なかったり、何をやってるのか全然分からないという、まあ、地味猛量というかですね、結構ひどいことになってるんですよね。なので、本当にですね、こういう情報発信の発信者からですね、生で声を、質問できる、声を聞かせてもらえる、そしてやり取りしながら納得した上で、あなた大切なお金を運用に回すという形で、コミュニケーションがしっかり取れるというのがまずその、投資